PCR 検査行ってきました。検査の結果は明日ですね。ショートメールで送るそうです。おはようございます。7月29日金曜日朝の6時40分です。今日は昨日成田空港で積んできた輸入貨物、木箱1個東京日野市に持っていきます。2時間、この信号を右です。2時間ぐらいはかかりますね。じゃあ気をつけていきたいと思います。8時45分、日野市完了です。次は旭区。およそ旭区11時半、そして当日またあれだな、西多摩郡日の出町16時、この信号を右です、ということです。11時55分、旭区積み館です。キャスター半分以上はキャスターついてるけど、あとは段ボールとか、形というか大きさいろいろだから、うまく組み合わせて、入れ込むと、でベルトをするという感じです。じゃあこれから、下ろし場所、東京日の出町に向かいます。もう4時だから1時間前には着いちゃうから、1時間前じゃないのに、90分ぐらい前に着いちゃうから、まあ途中どっか近くで時間調整して、まあ昼飯でも食べるという感じですね。では出発いたします。
ビーお疲れ様です。午後2時コンビニじゃない、ちょっと止めれる場所午後4時に下ろしたら終わり、シャコバッグですね。娘が2番目の娘が熱が出て、神戸行ってる間に熱が出て、まあ陽性か陰性か分かんないんだけど、白黒はっきりさせないといけないなと思っていたんですけど、なかなか予約が取れなくて、やっぱ混んでるんですね。で、まあ家帰るとちょっと危ないから、もし陽性だったら、だから神戸から帰ってきて、家に帰らずにトラックで寝てました。まあ翌日いわき、福島いわきだったんで、まあどうせ早出するから、車庫で寝ててもよかったんだけどね。でその次の日、昨日ですね、昨日も家に帰らず車庫で寝てましたまあ、自分は、まあ、自分も感染してるかどうかチェックしないといけないから、神戸から帰ってきた日に、ちょうど PCR 検査無料でやってるところが近くにあったので、そこへ、行ってきました。もう時間ギリギリで間に合って行ってきました。でその結果が昨夜の夜中に出てて、陰性でした、はい、まあね、症状も何もないですからね。で娘の方は今日やっと予約取れて、今日っていうのは29日ですね、予約取れて午前中に検査行ってきたらしいです。で結果は明日のお昼ということで、まあ結果が出るまではまあね、ちょっと帰れないかなと思っています。ね、濃厚接触者になって自宅待機してくださいって言われたら働けなくなりますからね。働けないと給料が減る、有給にしても給料が減る。有給休暇って1日5000円ぐらいしか出ないですからね。まあ基本給分しか出ないからですよ。なので有給休暇ではちょっと生活大変になっちゃうし、その他いろいろの支払いもあるし、なのでまあ帰らずに仕事が続けられるようにしております。まあ明日結果出て陰性であってほしいなと思いますけどね。簡易検査で本人が簡易検査キットで調べたら陰性だったって言ってましたね。まあでもちょっと熱があるということで、まあ明日ちゃんと結果が出るんですけど、まあ陰性であってほしいですね。まあ他にも
まああとね、妻と一番下の娘と2人いるから、その2人は大丈夫なのかなっていう心配もありますけどね。早くこのコロナ終わってほしいですね。経済が戻んないと、運送会社もなかなか大変ですよ。というところです。皆さんも気をつけてください。人が集まる場所とか行かなきゃいけない時は十分気をつけて、対策取って行ってください。ちなみに娘は娘はアルバイトしてるんだけど、派遣のアルバイトですね。で、まあ、いろんなとこ派遣されたりするんだけど、ショッピングセンターだとか、まあとにかく人が集まる場所は気をつけないといけないですね。午後4時30分、日の出町完了しました。